皆さんこんにちは、Misaです。ibisPaintのバージョン9がついにリリースしましたね。今回のラインナップは、フォルダーの移動変形、変形ツールの保管選択、QR コードのダウンロード機能、キャンバスサイズの選択ウィンドウの改善、新フィルター、カラーコード機能、ショートカットキー機能となっております。上から順番にフォルダーの移動変形から解説していきます。レイヤーウィンドウを開いて、一番上にフォルダー追加をして一つにまとめます。レイヤーの3本線を右にスライドして上のフォルダーに入れます。一つにまとめることができたら、レイヤーの移動変形でまとめて動かすことができます。パース変形やメッシュ変形もできます。メッシュ変形を使えば細かい修正もできます。移動ができるつまみができたので動かしやすくなりました。仕上げなどにフォルダーの移動変形を使ってみてください。次は保管選択を解説します。移動変形でイラストを縮小したときに線がガサガサになってしまった経験ってありませんか？なんと今回のアップデートでそれが改善されています。改善前と改善後で比較してみましょう。ツール選択ウィンドウから移動変形を選択します。新しく保管法が追加されました。保管法は全部で6種類あります。今回はランチョス2を選択します。先ほどと同じように縮小をします。近くで見ても先ほどみたいに線がガサついていませんね。比較画像を並べたら一目瞭然です。移動変形を多用して理想のイラストを作成しよう。次は QR コードのダウンロード機能です。オンラインギャラリーのカスタムブラシをインストールするには手順があって大変でしたが、今回のアップデでとても簡単になりました。早速使ってみます。ブラシウィンドウを開いてオンラインを選択します。すぐにオンラインギャラリーのカスタムブラシのところに移動できます。気になったブラシをタップしてブラシインストールをタップするとブラシがインストールされます。オンラインギャラリーに公開している滑らかグラファイト混色は、私ミサが愛用している塗りブラシなので、よければ使ってみてくださいね。次はキャンバスサイズ選択ウィンドウの改善です。左下のプラスで新規キャンバスを開きます。サイズ選択の UI が追加されました。大きいサイズの方が画質は良くなりますが、その分動作が重くなるので注意してください。試しにキャンバスサイズの比較をしてみましょう。まずは1対1の一番小さいサイズのキャンバスを作成します。細めのブラシで線を描きます。拡大するとキャンバスが小さいので線がガサガサしています。次は一番大きいサイズを作成します。先ほどと同じぐらいの細さで線を描きます。拡大しても綺麗ですね。
画質が気になる場合はキャンバスサイズを見直しましょう。次はフィルターに新しく追加されたブルームを使ってネオン風の文字の作り方を解説します。背景を黒くして上のレイヤーで文字のデザインを作成します。まずは文字に立体感をつけていきます。ツール選択ウィンドウを開いてフィルターを選択します。スタイルから光彩内側を選択します。立体感をつけることができたらアートのブルームを選択します。つまみを動かして明るさを調整します。文字をデザインするときはブルームを使ってみてください。次はクロスフィルターを解説します。今回は夜の繁華街の写真を使って解説します。ツール選択ウィンドウを開いてフィルターを選択します。アートからクロスフィルターを選択します。つまみを動かして明るさなどを調整します。写真の明るいところが反応してキラキラ光ってくれるので写真を華やかに見せたいときはクロスフィルターを使ってみてくださいね。次はゴッドレイを解説します。レイヤーウィンドウを開いて上に新規レイヤーの追加をします。動画のように分かりやすい色のブラシで明るいところを囲います。囲うことができたらツール選択ウィンドウを開いてフィルターを選択します。スタイルからゴッドレイを選択します。つまみを動かして明るさなどを調整します。ゴッドレイで自然な日差しの表現ができます。次はカラーコードを解説していきます。カラーウィンドウを開きます。カラーサークルの左下の数字をタップします。ここにカラーコードを入力します。今回はこちらのサイトを使用して解説します。気になった色をタップします。シャープから始まる6桁の英数字をコピーします。左下の数字をタップして先ほどコピーした英数字を貼り付けます。すると先ほどの色がibisPaintに読み込まれます。他のアプリで作成した色もカラーコードがあれば読み込むことができますよ。最後に紹介するのはショートカットキーです。 USB キーボードと USB 変換コードを用意します。これは iOS 用です。 iPhone とキーボードを接続します。これで接続は完了です。早速使ってみましょう。適当に線を引いて Windows キーと Z キーを押すと取り消しができます。Windows キーと X キーが切り取りで、Windows キーと V キーで貼り付けができます。ショートカットキーを使えばコピペを簡単ですね。
ショートカットキーを使ってもっと効率的に作業を進めましょう。バージョン9で追加された機能は以上です。いかがでしたか？私は特にレイヤーフォルダの一括移動が気に入っています。皆さんも気に入った機能があったらコメントに書いてくれると嬉しいです。ibisPaint は皆様のご要望から進化し続けますので、これからも ibisPaint をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。